1 9 8 5 86年ぐらいかなジョブスが追い出されたのは。うん、自分自ら連れてきた元ペプシの社長に追い出されて、追い出されてからどうするよみたいになるんだけれども、彼は理想の俺はコンピューターを作るんだ。うん、ネクストっていう会社を作るんですよ。まさに次のコンピューターを作るんだ。うん、つって、ネクストステップっていう、 コンピュータータ発表すす。るんですよこれがもうすごいかっこいいマットブラックの真っ黒なキューブ型のパソコンなんですけど、はいえー、超かっこいいんですよ。それが採用したのは BSDOS 系のプリエンティブマルチタスクの OS だし、落ちないやつね。うん、それ用に Objective-C っていうネクスト用のプログラミング言語まで開発して、えー、やっぱアップルの彼と一緒にマッキントッシュを作ってた精鋭たちがジョブス に浸水して出て行って、うん、アップルの株をいっぱい持ってたんでそれを売って得たキャプタレゲインでネクストステップを作るその時の現状ちょうど映画スティーブ・ジョブズって映画でも、うん、最後の方に出てくるんだけどすごいこだわりの発表会のスライドを作るのにいやなんかちょっと違うんだよ40回ぐらいリテイクさせられて最後の40回目で OK その、現場のディレクターのぼやきが、これは確か2番目ぐらいの案だったかな。っていう、皮肉を言うっていうシーンが出てくるぐらいすごいこだわりが。そのキューブは、ここは90度じゃなくて89度。みたいな。 で、それが採用したプリエンティブマルチタスク OS ともう一つのすごい点がディスプレイポストスクリプトっていう技術で、これポストスクリプトっていうのは Adobe っていう会社が開発した技術で、ジョン・ワーノックさんっていう人が、創業者の人がもともとそのポストスクリプト、これ言語なんですよ実は。 ポストスクリプトっていう言語なんです。ポストスクリプトって実は設備詞っていう意味なんですよね。うん、ポストっていうのは後ろっていう意味だから。そういう感じのなんか打足的に追加できるみたいな感じの言語になってるんですよ。なのでポストスクリプトってななあの名乗られたんだけれども、それはあのスプライン曲線とか曲線を記述するための数式が 建築の事業とか取ってたら、製図とか、そういうので出てくる高速道路の設計とか、そういうふうに使われる、なんか二次方程式をなんか複数繋げるみたいな感じの曲線の理論があるんだけど、その方程式を数式化した、プログラミング言語化したのがポストスクリプトで。アウトラインフォントって言って、まあこれはアウトラインフォントなんだけど、こういうののこう滑らかな曲線、これ拡大すると、こういう曲線の組み合わせになったわけです。 それによって、どんなフォントとか文字とかでも、あの、数式で全部表せて、それを言語化してそれはポストスクリプトって技術。アドビが開発した技術で、それはもともと印刷用に開発された技術なんです。昔印刷っていうのは、製版って版を作って、で、版は一つ一つこう、フォントがあって、スタンプだったんです。あれをこう、組版つって、 組み合わせて版を作ってそれを臨天機に回してみたいなことをやってたんだけど、はい、それをデジタルでプリンターにデータを送ったら印刷されるようにするために作られた。 のがポストスクリプトなんですよ。それを画面にも表示させよう。画面にもそういう印刷物みたいな滑らかな綺麗なフォントで、それでも当たり前のように今みんなやってるけど、ね、当時はあのファミコンのさ、なんか魔法の言葉みたいな、復活の魔法を入れるみたいな、あのギザギザのフォントだったんです。しかも等幅フォントつって、例えばアルファベットだったら全部等幅って、 感覚が全部一緒だったんで,すでも今って A と I の間ってギュッて詰まるじゃん。それプロポーショナルフォントって言うんだけど、プロポーショナルでアウトラインフォントっていうのを初めて実装したのがそのネクストステップなんです。で、もうだからその当時、その技術を入れようと思ったらもうめちゃくちゃ金がかかって、1台200万近くしたんですよ。 スティーブ・ジョブズ信者しか買わないみたい。な。もうマニアが、ジョ,ジョブズの信奉者が少数買うだけで、もう全然ビジネス的にはボロボロだったっ。で、どうなるかっていうと、ハードウェアの事業を諦めて、ユニックスみたいな OS として、ソフトウェアとして、n ク x t ソフトウェアっていう形に変わったんですよ。ハードウェア諦めて、ソフトウェアだけの会社に縮小して、で